あ、どうも、この週からです。今回ですけども、勇者30、もとい、マリオ30、城塞編、難易度星4、分岐あり、というちょっと鬼畜コースに挑戦してみたいと思います。これ、エビポンのね、コースなんで結構面白いと思います。確かにな。どういうことこれ、勇者30、もとい、マリオ30っていうの。わからん。勇者30歳ってことかな。勇者30、もとい。30歳のマリオの冒険。あ、そういうことやろ。え、タイム30秒。いや、30そういうこと。うわ、うわ、な、これ。ん？あれ？どういうことこれ。Eスイッチ。なんか見せた。スカウト。あれ？あ、上行ける。なんなんこのコース。わからん。なんやこれ、わからんぞ、どういうこと。30秒。え？Mって書いてあるな。あ、もうでかいな、これ。Eスイッチ。なんかあそこ左にもなんかハテナあるやん。クリボン。入れる？なに？はい。意味が分からんからどうやってんか分からんねんけど。まあそこはもう使うやろ、ね、100%。危な。俺分かったこと知ってるわ。ミスった。ミスった。そこにたどり着いて。もう右行くと。奥行くやだ。右行くんやだ。右が正解だ絶対俺。あかん。いや、これでジャンプしていって、ファーンっていくね。ああ。いけると思うんだ、あれ。どう思う？まあ、いけるやろな。いや、あそこでもう戻っとう時間なんかないもんな。ないで。P スイッチ動かせるんじゃないでも、それ。このバネいらんくらいだって。いや、なんかやるかもしれん。おお、え、ゴール？ん？あれ？これ敵やろ、絶対一緒に。お、いける。きたー！わー !2 秒で。うぇーい、めっちゃ早かったぞ、4分。うぇーい、 0.3 パー4分クリアー。ズドドドダッシュ。まあ、正規早すぎや。方法はわからなかったけど、もう抜け道っぽかったけどな、じゃあ。あれ、ハテナだから何の意味があったやな。ないで4。ないで。ギャリって書いたもんな、これ。だから多分これ何個クリア。方法あるっぽいな。4分チャレンジで、クリア。やばいな。いや、やばい。0.3 倍やよ、これ。えぇ、ー、?4 分で。見てみようか。あれ、何が入っとったやろな。うん、確かに。どう取れるんだよ、これ。取れる？バネ。スタ？え？あ、投げるんや。え？ほら、投げれんで。うわぁ！でも、そこ行かれんから、そこ投げても。上によ。ん？当たらへんくらい。バネやったらいけるんじゃない、そこ。無理な。バネと甲羅いるんじゃない、どっちも。いや、バネとこだっても次また上以下になるな。どっちかに。バネでそこ乗せたらいけるんじゃん、その。どういうこと？だからバネを取ってきて、とりあえず、上から。うん、降りて、で、甲羅を持っとって、そしたらバネで使ってそこはいけるやん。で、バネをその、トゲのとこに置いたら、その右いけるやろ、もう一回。当たってないやん。いや、分からんな。もっとあれやな、もっと、こっちの方がいいな、こっちの方が。来た！おー、当たった。で、あ、え、あ、次なんか！え？コイン！あ、あれ、俺が作ったやつや、めっちゃ。で、本来だから、邪魔やった、それ。いけるやん、多分これ本来は。で、これ多分裏ルートやな。多分裏やろ、これは。ああ、これでゴール？おお、ここ来た。え？いけるやんよ、それ。普通にクリボー使ったら。どうやって？え、普通にクリボーを踏み台にしたらいけるやん。クリボーも復活して。無理やん。え、無理ってことそれ。ダッシュジャンプとかは無理やん。行くか？これなんか、いや分からん、いや無理やわ。え？あ、いける。あ、そっちは近道。ああ、近道やな、こっちの方が。時間に余裕があっていけると。なるほどな。はあ。正義どうやったのこれ、結局のところ。あっ！いや、あのバネに。ああ、分かった。え？違うな。
どういうことバネで、正規。どうやっとったのどれが一番。バネで直接やってもいけるかな、そこ。あれいけるんじゃないそれ、あったら。無理な。足りひんのかな。そのジャンプ力あるかな、バネ。ジャパニー。あ、無理か。いや、わからんけど。やってるの、まだちゃんとしやってないからわからんけど。あれあ、いけるんかな、これもしかしたら。あ、いけるっぽいな、なんかわからんけど。わからんけど、むずそうやけどな、まあ、そのやり方も。左カーにしたら行かれへんわけやろ。無理やな。無理じゃん、無理届かへんな。まあ、わからんけど、まあ、俺が取った、あっとったんかな。あっとったんか、まあ、その左カーのルートは、うん、まあ、いけると、一応。二通りある。左カーのルート、こっから出てきて、クリボを踏んで行くのめっちゃむずいけどな。ほら。タイミング測ったら余裕かもしれんね。むずない、こっから行く。あいつ復帰したらな。来た。あ、お前簡単やわ、でも。うん、いけるやろ。ああ、道簡単やろ、ここ行ったら。だからそのルート見つけるやろ、うん。このルート見つけれたら簡単やわ、確かに。またここに、だから。バネで行けるんかどうかや、あと。うん、そこやろ。ほんまに。その状態で行けれたらもう、終わりやな。あ、いけるわ。ああ、行けた。これや。これが、まあ、これが多分、二つ目の。うん、制作者ルートみたいなもんやろな。そうやろな。制作者のルートっぽいな、雰囲気。まあ、こっちも行けるやな、一応、お前の。あれやばいな。うん。行かそう、ほら。あの、四方形。シャーって感じだな。いいじゃなかった。いやー、よかったわ。エビポンのコースはこれ、おもろいやつ多いからな。ほら、あったほら。あった。ないよ、2位や、これ。ヘッドルもないよ。まあ、この間がめっちゃむずいけどな。高速飛行船。うん。0.15 番。多分、オートスクロールだと思う、多分これ、オートスクロール。まあ、そうやろな。城塞編。クリアしましたね。まあ、他にもいっぱいあるんでね、このエビポンのコースは全部やっていこうと思います。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。